はい、皆さんどうも、テントモです。というわけで木曜日12時のお知らせなんですけども、一つ来ておりまして、イベント予告、レードバトルがやってきます。しかもこのバナーを見た感じ、ネオジオング襲来ということですね。なるほど、そう来ましたかっていう。まあ今バンシーノルン来てますし、そしてこの後ねユニコーンが来そうな雰囲気なので、まあそれにちなんでのネオジオングと。しかもなんか正月に合ってるよね、この色合い。あ、ハッピーニューイヤーってなんか言ってる、ね、そんな感じにも見えますし、ね、花火を打ち上げてるような、うん、ということで、これは元旦に来る？来週？さあ見ていきましょう。まあだからこのネオジオングの属性が分かれば、必然的にこの後登場するユニコーンの属性も分かってしまうというね。まあおそらく青属性かなと予想しているんですけども、だとするならネオジオングは赤属性ですね。はい、では見ていきましょう。はい、ということで、まあネオジオングが来るっていうことは、シナンジュは今回来ないっていうことかな。うん、はい、では1月1日から、お、正月イベントです。正月イベントやってきますよ。運営さん用意しておりました、1月1日の元旦からレードバトルが開催。これはめちゃめちゃ嬉しいですね。運営さんありがとう。うん、はい、あ、ここまでそんなに書いてない。今回のレードバトルでは紫属性の敵が出現します。おっと、予想外れた。あ、じゃあユニコーン黄色だ。火属性のユニコーンがこの後登場します。うん、1月1日0時から、ユニコーンのガシャも登場してレードバトルも開催っていうことですね。0時から、ね、1月1日から、ね、何時からとは書いてないけど、おそらく0時実装じゃない。うん、ということで、今回のレードバトルでは紫属性の敵が出現します。また以下の特徴があります。全体的にステータスが高く、10秒間 EX 発動不可状態を付与する、広範囲攻撃を行うことがあります。なんと EX が打てない。マジかバンシーノルンダメやん超覚醒できない。まあずっとではないですけどね。うん、時間経過とともに攻撃力命中率が上昇し、強襲期かつ HP が高い相手を優先して攻撃します。おっと、ノルンを狙ってくるってことですね。クシャトリアムか。5分経過すると必中状態永続になります。ああ、まあもう5分経過したらほぼほぼ生き残れないということで。初の EX 負荷ですね。はい、まあそこが主な特徴か。で、またしても強襲機を狙ってくるってことで。そうなんだ。ってことは、ユニコーンは強襲機ではない。それとも、ノルンと同じく強襲機で来る。いや、そんなことはないか。汎用機かな。火属性の汎用機ですかね。で、だとするならユニコーンはどういったスキルを持ってるんですかね。状態異常無効とか来ますかね、もしかして。状態異常無効ね、 EX 発動負荷にもならない、まあ、もしくは状態異常回復とか、 EX 発動負荷を、まあ、すぐに回復できたり、うん、そんな感じかな、もしかして。そういう系統の機体はまだ来てないし、覚醒ってことで、なんか、まあでも状態異常回復とかはフェネクスとかの方がなんかイメージ的には合ってるか。まあでも覚醒の光でね、なんとでもなるさみたいなうん、そんな感じかなと、まあ一応予想しております。予想しておきます。はい、ということで現状分かってるのこんな感じです。はい、てことで、先日ね、元旦に、まあおそらく 90%、95% でユニコーンガンダムがやってくるでしょうっていうね、まあそういう動画出しましたけども、
100% 来ますね。いちご 100% 来ます。 120% 来ます、ユニコーンガンダムが。まあ、なのでリニューアルユニコーンガンダム NTD が登場して超覚醒で覚醒バージョンになるのか、まあ、それかユニコーンガンダム NTD の覚醒バージョンで登場して、まあ、超覚醒が付与されているかっていう、うん、はい、ということで、でまあ貴族性の汎用機かな、どうかなっていう、うん、でなんか状態上無効とかね、状態上回復とかなんか持ってそうだなっていう、はい、そういう予想と僕は今なっております。はい、今パッと考えたのはこんな感じです。はい、ってことでこれは運営さんよくやってくれましたね。うん、1月1日ガンタンクのボーナスバトルだけかと思っていたらレードバトルをしっかり用意してくださっておりました。これは盛り上がりますね。クランバトルが終わってすぐ始まる。うん、いやー、これは嬉しい。はい、ということで、なので貴族性の機体ね、何が使えるかなっていう感じですね。はい、でね、今ね一旦収録止めてちょっと録音具合確認していたんですけども、その間にね更新されてました。12時に情報が来て12時30分に更新。こちら敵の特徴に注意書きを追記しました。早かったね、訂正が。はい、なので改めて見ていくと、何が変わったのか。あ、米印が追加されてますね。超覚醒状態の MS には EX 発動負荷状態は付与されません。ああ、なるほど、そういうことか。なるほどね。ああ、だから、その、ネオジオングの EX 発動負荷状態を付与する広範囲攻撃の前に、超覚醒しておけば、バンシーノルン、そしてユニコーンガンダムがね、しておけば、効かないと。じゃあ、状態上無効とか来ないわ。あ、なるほどね。だからまあ、超覚醒がそもそも状態上無効というかね、EX 発動負荷無効っていうね。うん。なるほど、そうきましたか。はい、ってことで、ね。ユニコーンどんな感じかな。うん。ノルンと同じ内容ではないと思うんですけどね、超覚醒の内容がね、中身がね。うん、そこめっちゃ気になりますね。まあでもあと3日2日で登場するのでね、1月1日0時にはね、皆さんしっかり起きておきましょうね。ってことで、こんな感じの本日のお知らせでございました。いや、これは本当にね、運営さん評価していきましょうね、しっかりハッピーニューイヤーイベント考えてくださっておりました。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークネオジオング。